第4戦茨城が、終了しました。で、まあ、最終順位4位で、まあ、年間暫定で、何番だったっけ、もともとが3番かなで、ポイント差は、まあ、ちょっとあったんですけど、まあ、一気に、詰めてというか追い越して、まあ、今暫定1番まで上がって、ポイント差が2位とのポイント差が13ポイントで、2位が福島県で、最終戦を残した感じなんですが、まあ、今回は、まあ、苦しい場面もありながら、まあ、なんとかしのいだ場面もあってっていう感じで、まあ、4位というのは、まあ、自分としては上出来な方だったんですけど、で、まあ、とりあえず目標だった暫定1位に立ったんで、まあ、あと1戦残してもここを全力でいくのみですね、まあ、最後あと1戦なんで、頑張るんでぜひ応援よろしくお願いします。